SNS 全盛期の今の時代、対面でのコミュニケーションが激減し、文字でのやり取りでほぼこと足りるという世の中。あなたは異性と対面のコミュニケーションで悩んだ経験はありませんか？人と話したい気持ちはあるものの、緊張して何を話せばいいのかわからなかったり、友達と話すように自然と振る舞うことができなくなってしまうことはよくあることです。今回の動画は、自らをブサイクだと自称するイッチが、彼女を作るまでにした努力をスレ民たちに伝授するスレです。友人に勧められ、マッチングアプリを試してみたけど、なかなかうまくいかない、という男性にとって、ためになるスレですので、10分ほど我慢してみることをお勧めします。それでは、始まり始まり。ブサイクの Y が、彼女を作ったので、方法を変えていくぞ。まず、ブサイクが彼女できないのは、自意識過剰だから。いきなり、すべての原因は自意識過剰にあると結論づけるイッチ。しかし、自意識過剰とは、どういうことなのか？女子に話しかけるだけで、LINE とか SNS にさらされたりするよね？今まで俺は、LINE の内容をスクショされたり、SNS にさらされまくった。ありがとう、よくわかったやで。結論だけ述べて、どうぞ。結論を急ぐスレ民たちの挨拶のようなジャブが襲うも、話を止めず続けるイッチ。晒すような女は、どの男も晒すし、世界中のブサイクは晒されてるんやで。というか、ブサイクっていうのは、気持ちの悪い顔を世に晒してる時点で、もう評価はどん底なんや。ブサイク、世間の評価が気になる、馬鹿にされたくない。アホかと。つまり、世間の評価に怯えてるブサイクは、ただの自意識過剰なんや。いきなり、辛辣な内容で、ひもて男性を追い詰めていくイッチ。ネットの中では、上から目線でいたいスレ民たちは、書き込まず、イッチの話を、話半分で眺めていた。そんなイッチは、スレ民にもわかるように、例え話をしていく。例えば友達が、先生に授業中怒られてたら、ほーん、やろ？でも、自分が怒られたら、うわぁ、みんなの前で、恥をかいた。例えば、女子ばっかりおる、すげえおしゃれなカフェで、自分が男一人で浮いてるとき、すごい気になるけど、自分のような、容姿体型の男が一人で座ってたら安心するやろ。意外と、別の人間は自分のことは気にしてないんや。そして、自分のことはものすごい過剰に意識するのが、人間なんや。つまり、異常なまでの自意識を、他意識に変えることが大事なんや。お前らだって、Y が女にアプローチしたら、SNS にさらされたって聞いても、ほーんって、よくある話やん、って終わるけど、自分がいざさらされたら、一生のトラウマになるやろ？ってことは、自分が女にさらされた時に、ほーんって、よくある話やん、って終わればいいってだけ。まずは、方法云々より、自らの心構えを話すイッチ。人間たるもの、こうあるべき、という自分の理想像が、行動の選択肢を狭めるもの。イッチは、その行動の選択肢を広めるための第一歩である、心構えについて、スレ民へ説いていく。なんか、ありがたそう。異様な自意識はいろいろなチャンスを逃すんや。まずは、過剰な自意識から逸脱することが大事なんや。40年もしたら、どんな美人でもババアだし、80年したらどんなドキュンでも白骨したいやで。イッチが持論を語る中、スレ民たちは茶化したり、自分語りに未だ興味がないご様子。そんな中、あるスレ民がイッチに質問する。具体的には、どうやって自意識をなくすんや？常に相手から見た自分を描くことやな。自分から見た相手は、ほーんって。だけど、自分から見た自分は、うおおお、みんなに見られてる、恥かきたくない、恥ずかしい、やろ。ってことは、相手から見た自分を想像して、ほーんって、に持っていく意識が大事なんや。クラスの女子の会話で、こんな話を聞いたことがありませんか？うわぁ、顔にニキビできちゃった、最悪。女子は、自らの顔にニキビができたことが、女子本人の中で、最大級のニュースであり、周りで起きていることは、気にする余裕なんてありません。クラスの一女子の発言に対して、あなたは率直に、どう思いますか？え、まるまるちゃん、顔にニキビできたの？それは一大ニュースじゃん。ニキビは後に残るかもしれないし、処置が大事。もしかして甘いもの食べまくったり、夜更かしかな？もしかしてもしかして、生理だったのかな？と思う方はいないですよね。イッチのように、ほーんって、となると思います。もしあなたが、顔にニキビができた女子だとしたら、まあ、ニキビできてるけど周りは気にしないから、いっか、という気持ちになろう、というのが、イッチの意見だと思います。ブサイクが彼女作れる確率なんて 5% くらいや。なかなかやるやん。これは恋愛に限らず、対人関係で悩む人には通じるものがある助言やね。
50人に声かけても、ブサイクでもいいから付き合いたいって思う女は、2から3人や、残りの47から48人には、ゴミクズ扱いされるんや。5% いると思うと、結構多いな。自意識過剰なブサイクは、50人中48人の女に、ゴミクズ扱いされてもうた、もうわいは、ダメなんや、って思い込む。でもな、女から見た男なんて、どれも同じなんよ。男から見た女だって、若ければ、どれも同じやん。結局、見た目の差でしかないんだよ。見た目の差の問題なのに、自意識過剰ブサイクはすぐ、俺の存在を否定された、って気分になる。でも、それは違うんだよ。ええこと言うやん。女は、ブサイクの存在を否定してるわけじゃない。ただ、見た目が悪いから、抱かれたくない、って思ってるだけ。心構えの重要性を説き続ける一致だが、さっとモテたいスレミンが、鋭いコメントをする。ここまで、方法なし。草、確かに。男からしてみたら、乳がでかいかどうか、若いかどうか、細いかどうかでしか判断せんやろ。女の中身なんて、どうでもええやろ。女からしてもそうなんやで、男の存在までは見てないし、女にとって、都合の良い容姿や、話術があるかどうかしか見てない。ナンパできるやつって、すごいよな。実際、100人声かけたら2、3人ぐらいはついてくるやろ。なんか自意識過剰なブサイク男は、自分中心に世界が回ってるとでも思ってんのか、と思うくらい自意識過剰なんや。ここまで、長ったらと、心構えの重要さを解説してきた、一致の結論。もうわかったよ、というあなたの声が聞こえてきそうだが、よほどこの心構えが大事なのか、一致は、あとほんの少しだけ語る。一致の境地にまで悟るまで、どんくらい時間かかるんやろ。出会い系の、広告の煽り文句みたいなすれたいやな。でもね、極端な話、今お前らが自殺したとするだろ？で、お前らの知り合いや、元同級生はすごいセンセーショナルな話題に目を輝かせる。中には、悲しむ奴もいるだろうけど、一週間もすれば、そいつらの記憶から自殺した奴は消えるんや。自殺しても、事故死しても、命を懸けても他人から見た自分の存在なんて、そんなもんなんだよ。自分が自殺して、何年も忘れずにいてくれる存在なんて、親や親類のみだよ。例えば、田代正史なんて、男風呂覗いて捕まったやろ？正直、自分が男風呂覗いて、世間に報道されたとしたら、ものすごい恥ずかしいやろ。でも、他人である我々は、ほーん、おもろいな、で終わるんで、二日もすれば、そんなこと、思い出しもしないんだよ。つまり、晒されても悪口言われても、馬鹿にされても、ほーん、奴らに楽しいネタ提供してやったわ、くらいの気持ちになれば、最強なんや。自分語りも、ほどほどにせいや、方法を変えてくれ。机上の空論でいくら説明しても、傷、恥っていう感情は、消えるものではないよな。そこでだ。例えば、気色悪い虫を触るとき、無害だと分かってても、やはり触れないのが人間や。馬鹿にされても、無害だと分かってても、結局傷つくのが自意識過剰な人間なんや。そこで、自意識過剰克服方法の実践が必要なんだ。次から説明する。ここから、お待ちかねのテクニック編に突入。まずは、人の多い駅に行って、若い女に、〇〇駅って、どっちですか？と聞く。中には、親切に教えてくれる人もいるだろう。でも、無視されたり、スルーされることもあるんや。無視されたら、まず思うのが、うわぁ、今、無視されたの、別の通行人に見られてないかなぁ、という感情。それこそが、自意識過剰なんや。その衝撃は、学校で授業中先生から注意された時の、恥に酷似している。でも、さっきも言ったように、繁華街でナンパしが女子に無視されてても、ほーんって、で終わるやろ。ちょっと、あいつ無視されてやんの、面白わらわら、って思っても、20分のうちには忘れてる。要するに、他人の評価はクソで、すぐさまゴミ箱に捨てろ、というような感じかな？そのような心構えを持つために、一致は鍛える方法をスレミンにレクチャーし始める。ここで、心を鍛える方法をレクチャーしたい。要するに、メンタル、これでいいか？まず、心を鍛える方法は、ネットのグロ画像に強くなる方法と、酷似してるんや。お前ら、ネット初心者の頃、思い出してみ？エロ画像探してて、すごいグロ画像見て、衝撃を受けたことないか？あります。子供が、グロ画像を見て衝撃を受け、トラウマになる、恥をかいたことのない奴が、授業で怒られて、トラウマになる。実はこれ、すごく酷似している現象なんや。まあ、そういった自意識過剰の部分が、奥手にしてるってのはあるで。グロ画像に衝撃を受けてトラウマになる。でも、懲りずにまたグロ画像を踏んでしまう。またトラウマになる。それをループすると、人間の心はどうなると思う？またこれか、うざいなーってなる。
そう、グロ画像を見ても平気になるんや。何度も何度もグロ画像やグロ動画を見て衝撃、トラウマを受け続けると人間の心は耐性ができるんや。それを女の子への声かけに応用すると、治安になるだけやんけ。何度も何度も街で女子に道を聞いて軽く恥をかいた気分になる。トラウマになっても良い、一人声かけてすぐ逃げても良い。まずは心を鍛えるためにあえて自分から恥をかきに行くんや。同じ時間同じ場所で声かけをしたら通報されることだってあるよ。でも時間帯を変えたり場所を変えたりすれば通報されることなんて絶対にない。しかも道を聞くだけなんだからナンパではない。まずは一人二人に道を聞くだけで良い。無視されて衝撃的な気分になったら一週間くらい自宅で休んでもいいんだ。メンタル弱めの J ボーイはある程度声かけやすい女の子がスクリーニングされてるところに行くといいぞ。 Y は街コンすら厳しい、バーとかの方がよほど声かけやすい。無視される、トラウマになる、休む、この連携が大事なんだ。意味のないことだと思うだろ。これでもものすごい心が鍛えられていくんだよね。道聞く、無視される、トラウマ、休む、これを何回も何回も繰り返すんや。トライ&エラーやな。その通り、大体10ループくらいすれば完全に自意識過剰精神がなくなっていく。すると自意識過剰な心がどんどん薄れていくのを感じていくんや。 SNS にさらされたらどうしよう、警察呼ばれたらどうしよう、こう思ってる時点で自意識過剰言うとるんや。 SNS にさらされたら死ぬんか、警察呼ばれたら全勝くんか、そのまま注意されて恥かいておしまいやろ、何のデメリットがあるのか言ってみろ。俺も本屋、レンタルビデオ屋でナンパしてできん2回、店長から注意1回、 SNS 晒し1回受けてるけど別に死んでないで、毎日元気で過ごしてるわ。できんってデメリットやん。今、お前ら、俺が本屋でナンパしてできんされたって聞いても、ほーんって思ったろ。でもお前らができんされたら、僕ちゃんみたいなブサイクが女性に声かけるから、ああなったんだ、もう二度とするか、トラウマだ、もういいよ、ってなるだろ。その時点で、自意識過剰の歪みがあるんだよ。自意識過剰の精神こそ一番の敵なんやで。せっかく平和な時代の日本に生まれたんやで、70年もしたらみんな白骨死体で箱の中や。それなのに周りの視線気にしてそのまま死んでいいんか。生まれる時代や国を間違ったら子供時代に餓死したり戦争で死んだり拷問されて死んでたかもしれないんやで。お前の理屈やと、こうのメンタルさえあれば簡単に彼女できるってことになるけど、それは違うやろ。女心を理解しないと。外見磨いて自信つける方が手っ取り早いやろ。鏡見れば進歩が一目でわかる。道を聞くふりをしてメンタルを強化したら、次は実践や。女遊びこそ習うより慣れよって言葉が一番正しい。自意識を捨てろってのは同意できるが、 SNS にさらされたり警察に通報されるような行為なんて不要だろ。言い方がまずかったな。店でナンパしたってのはあくまで俺の実例の話。俺が推奨してるのは街で道を聞けってことだよ。街で道を聞いて晒されたり警察呼ばれたことなんてないわ。まず女っていうのは意外とお試しデート、飯こじきデートするやつがめちゃくちゃ多い。どんなブサイクに飯誘われても飯無料で食えるしいいかって考える女多いんだよね。ナンパでもバイト先や学校でよく顔合わせる女でもいいから、軽いノリで今度ご飯行きましょうって言っておくのが良い。イッチはご飯を勧めるが、いきなりハードルが高いという方のために、 Y はまず道聞きで笑いを取ることを推奨したい。まずご飯というのも1時間は確定するので、会話をどうすればいいのか難しいのではないでしょうか。ですので難易度が高いと感じる方は階段を2段飛びせず、まずは愉快な人を演じる方が良いと思います。クスッという笑いを女性から得るためには手っ取り早いのが自虐です。これは芸人さんの自虐話を参考に。もしよかったら僕とデート行きませんか。これ NG。 君の名は見た？まだ見てないのか。俺見たいんだけど一人で映画館行けねえ。友達いないから今度一緒に行こう。これ正解。行きませんか。休みの日いつですか。こういうデートの誘い方してついてきた女一人もいないわ。新しいカフェできたらしいね。行きたいなー。今後行こうよ。これでいいんだよ。ブサイク男ってデートのハードルを高く上げすぎてるんだよね。だから LINE 聞いて LINE 送りまくって LINE で親密になろうとする一番バカなんだよ。それ女との LINE なんてデートするまでの連絡ツールでしかない。 LINE で仲良くなろうとすると絶対に未読スルー、既読スルー、ブロックされておしまい。まず軽く LINE 聞くんで、 LINE でカフェの話、映画の話から、じゃあ一緒に行こうよってよい。
そこで断られたら、次行けばいいだけ、簡単だろ。次、デートが決まったらどうするか、不細工自意識過剰男が、初デートで成功すると思う？するわけがないんだよ、失敗するんだよ、初デートなんて。一郎だって一番最初にバット持って、打席入ったら絶対三振だよ。デートするんだよ、で、大失敗して LINE の返信が来なくなるんだよ、はい、ここ。ここが大事。僕ちゃんなんて、やっぱりコミュ障のゴミなんだ。もうやめる。こう思うんだよな、自意識過剰な男って、アホかと。子供時代、自転車初めて乗った時、転んで、僕ちゃんなんて、自転車の才能ないんだ。やめるーって言ったの。すっ転げたら、そのまま立ち上がって、もっかいチャレンジしたろうが、なんで恋愛になると、それができないんだよ。また別の女に LINE 聞いて、デート誘って、また失敗すればいいんだよ。慣れてきたら、1日40から50くらい声かけて、5、6人の LINE 聞いて、2、3人デート誘うくらいのことできるようになるんだよ。席の場所聞くのから、急にハードル高なりすぎやろ。40から50人に声かけて、2、3人とデートできるのなら、御の字だろ。もしその2、3人でヘマしても、また、4、50人声かけて、2、3人とデートする、これを繰り返す。これ、すごく面白いんだけど、スポーツやテレビゲームと全く同じで、適当に女とデートするだけでも女受けするコミュ力が身についていくんだよな。俺は、アスペのコミュ障だと思ってたのに、ものすごい話術が身についていくんだよ。俺は、初めてデートした時に比べて、ものすごい話術が身についた。それは、初めて自転車乗った時、初めてゲームをプレイした時、初めてスポーツをした時と比べて、やり込んだ後の方が、驚くほど上達している現象と同じなんだよね。ここまでできれば、もうモテまくり男の誕生や、ナンパで女をゲットできるようになるようになると、同じ職場、同じ学校での女は、超絶ベリーイージーモードになるんだよね。釣りに例えると、ナンパは、巨大ワニやピラニアが生息する、危険な濁流での釣り。学校や職場での出会いは、釣り堀、こうなんだよね、こうなんだよね。ナンパを成功させるほどの話術、メンタルが手に入ると、職場や学校での出会いは、もうイージーすぎて辛くなるレベルなんや。例えば学校で、声かけた女がクラスラインで晒したとするやん。でもこっちは、ほーんって。ワイは、レンタルビデオ屋でデキン食らったことあるわ。こっちは、毎日ナンパして、街で大恥かいとるし、の精神で、ノーダメージになる。とどのつまり、自信、メンタル、行動力という三種の神器があれば、問題なさそうな感じ。そして最後に、一致がまとめる。とりあえず俺が言いたいのは、せっかく日本の平和な時代に生まれたんだから、最高に楽しむことが大事ってこと。さっきも言ったけど、生まれる時代、生まれる国を間違えたら、ちょっとミスしただけで拷問されたり、殺されたりしてたんやで。殺されなくても、貧困や、飢餓で苦しんだりしていたかもしれない。日本に生まれて、SNS にさらされたり、バカにされたり、警察呼ばれたりしても別に死ぬことはないだろ。今日一日を逃げるということは、明日逃げることと同じ。1ヶ月後も逃げて、1年後も逃げて、10年後も逃げて、50年後も逃げ続けるんだぞ。そして、せっかく平和な時代の日本に生まれたのに、何もできないまま死ぬんやで。今逃げることは、そのまま何もしないまま死ぬのと同じやで、本当にそれでいいのか？今日逃げて、何もしないことは、今日自殺するのと同じ。明日も自殺し、1年後も自殺、ずっと自殺なら、行動して死んだ方がマシだと思わないか？行動したら死ぬのか？死なないだろ。それも、良い経験になるんだぞ。まあ、人がそこまで気にしてないってのはある。過去のトラウマが強いんだろうなって書き込み、たくさん見受けられる気持ちは、痛いほどにわかるよ。でも、そこで逃げてても何も始まらない。せっかく日本に生まれたのに、そのまま死んでいいのか？50年後、自分が歳をとって、おじいさんになった時、若い時の自分を思って、後悔しないと言える人生か？絶対に後悔しないと言える？もう主張終わってるのに、何回同じこと言うねん。一致の言っとることは、真理やは、100リアル、ちな、引き。なんか、自己啓発セミナーみたいな終わり方で、スレミンに熱く問う一致。今日行動しない奴は、絶対に歳をとって後悔する。若い時の恥、若気の至りなんて、歳をとれば笑って許されることばかりだよ。でも、若い時ああしておけばよかった、っていう後悔だけは、笑えないんだよ。最後まで聞いてくれてありがとうございました。このメッセージを読んで、行動する勇気が出てくれた人がいたら、嬉しいです。50年後の自分に、胸を張れる人生にしましょう。先導の手口やな、反復したり、危機感を煽ったり。赤面症だから、斉藤さんで会話の練習したな、場数を踏めば慣れるのは、マジ。よかったで。彼女作ったから、すれ立てたって説明してる割に、説明の内容が遊び人レベルになってて、おそらく内容の方は妄想。
このイッチは SNS で晒し上げられたんやろな。だから仲間増やしたいんやろな。他のやつが晒されてもイッチの愚行は一生残るんやで。サンキューイッチ、勇気もらった。俺、かなりのブサイクだけど、ここまでひどい扱い受けたことないけどな。陰では言われてるんだろうけど。この動画はいかがでしたか？ LINE で誘うあたりのイッチの文面は、あなたのキャラもあるので、信頼できる友人に、異性に送る LINE がキモくないか、たまに確認してもらうのもいいかもしれませんね。他にも、お母さんが買ってくれた服を買えたり、美容院に行って、人並みにしてもらうなど、大前提の条件とされる、これらのこともしなければなりません。ともあれ、あなたの将来が、少しでも良くするために、何か心に持ち帰るものがありましたら幸いです。また、あなたの疑問や、モテるための方法など、経験談や助言などありましたら、他の視聴者さんのためにもぜひコメントをお願いします。また、2ちゃんには、このように面白いスレはたくさんあります。このチャンネルでは、面白いスレを紹介していきますので、どこのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録をお願いします。次に表示されるボタンを、ポチッとしていただければ、面白動画をお届けします。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。